方の気持ちいい時間、カパフル通り、わかりますかね、ここがワイキキから歩いて10分、車だとすぐですけど10分15分かな、動物園からずっと北に向かって歩いて、ここをまっすぐ行くとレナーズとかサイドスリートインとかあの辺のお店がある並びで、新しくできた焼き鳥屋さん、中華系の焼き鳥に行こうと思います。なんか2階もなんか有名らしいけど、2階がこの店、1階が焼き鳥屋さんで、中華系の焼き鳥になってます。まあ不動産と全く関係ないんですけど、ちょっと行ってこようと思います。これは店の名前、これ何、これ串焼き屋さんやね。なんかワイキキ工房の陽介が美味しいって言ってたやつ、何やったかな、ネギのパンケーキみたいなやつと、あとセットでなんかそのおすすめコンボあるやん、コンボ行きますか。これ見えへん、どうぞ。Can I have two combos? Two combos. One combo for two? Yeah, yeah, just one. 一つでいい。You cannot do three, right? I'm sorry, what? You cannot do three, right? Yeah, I cannot. You order. Oh, combo for two, yeah, yeah. That's our choose here. One combo for two, and we're going to add some later. Okay, yeah. You have a pancake?Starting pancake? Maybe that one, yeah. This one. Starting pancake you're looking for. Yeah, it's included, right? Yeah, there's a one included. Oh, included. Oh, I see. Today's special? Yeah, we have a garlic butter clam soup. Those are on the menu. Soup? Oh, also. And the lamb shank. Garlic butter soup? For share, maybe? You can for share. Lamb shank and share. Yeah, yeah, that one. Yes.With the ball. Drum stick. Abalone, that's skewer. Crispy fish fillet, that's also skewer. Abalone is how big? How much? So just this big abalone comes two. One skewer. $5.99. So maybe soup. 中国系の、なんていうの？串焼き？焼き鳥？焼き鳥。すごい。これはちょっとだいぶ臭くなるパターンよね。T シャツで着た方がいいよ、絶対。T シャツ、短パン、サンダルスタイルがおすすめ。あ、マスク取って。ふぅ、熱い。じゃあ、物件引き渡したってことで、おめでとうございます。チュース。ありがとうございます。イエーイ。美味しい。持ち込みでいいっすね、ここ。持ち込みでこんな感じで、もう席いっぱい、満杯で今日、なんか YouTuber のゆなちゃんっていう子が YouTube でここ映してて、なんかうまそうで、雰囲気もいいから、なんか買えそうですね。味はまだ分かんないですけど、まあまあ一応撮ってる、これ知らない、撮ってます。初めて聞いた、スキュアーズ。まあ、でも安いよ、だいぶ安いですよ。焼き鳥グラッドがすぐ近くにあって、全串$3.99。ここはいくら？3つついてきました。全然見えへんけど、3串ね。あ、日本語書いてるじゃん、これ。日本語じゃない、でも中国語やけど。中国語何個して？牛肉は6.99、ポークが7.99。3個して？安い。
焼き鳥グラッテより安い。流行りそう、まあ、とにかく値段やもんね、ローカルって。おお、すげえ勝手に回ってるやん。めっちゃパクチー。カレーの匂いがすごい。カレー、めっちゃカレーのスメルしてるよ。カレーやん。スメルスメル。あ、これがこう動いてんねや。最新やん、最新。Like this, remove the skewer. So when the fire comes, you're ready. Those are not ready. 燃えすぎるとこっちに移動してってことね。すごいな。なんでここファイヤーしてるの。やばい。ちょっと避難ってこと。合ってる？これ。すげえ。Thank you. Yeah. すげえ。これがコンボのメニュー。まだ来んのかな。これ2人前やけど結構多いね。これは別で注文したやつ。これとこれ別やね。アド。これなんやろ。これセット。あ、これセット。これは別で注文して。これ何？これも別。いつの間に注文したんですか。ちょっとやめて、勝手に注文せんどいて。サービスかもしれない。YouTube サービス。絶対でも再生回数少ないよ今回。食事のやつってこと。絶対伸びよ。うち不動産のチャンネルなんで、ローカルの穴場案内するだけの動画。ネタがなかったんですいませんって感じ。じゃあ食べ、え、もう食べてるやんもう。じゃあ一人一本あるってこと？二本ずつ。じゃあ好きなもん順番に一本ずつ取っていきましょうか。どうぞ。これ基本のあれかな。三本ある。あ、二本二本。ビーフとラム、基本のやつどれやろ。これかな。こっちかな。まだでも焼けてない。ちょっと怖い、生怖いから。ビーフのサラダと豆腐のサラダついてくる。これ2人前したら多いよね。ちょっと分けます。健康的やん。煙めっちゃこっちに来ます。そこの扉開けたら全テーブルの煙こっち来るよ。あ、うまい。あ、ちょっとピリ辛。うまいうまい。やばい。こうやってちょっと避けて。これもちょっと焼けすぎ。ちょっとなんかできてそうやけどね。サラダ美味しい。パクチーが嫌いな人はちょっと無理よ。え、嫌いなんですか。パクチーぐらいです。パクチーダメ。パクチーだけがダメ。何があかんのパクチーに。そう、虫の匂いです。マジで。しかも、この上で溶けた時の。でもパクチーはあかんかったらこう致命的やん。パクチー入ってます。めっちゃうまい。お、できよ。これですか。ヤミーベビーカベッジ。キャベッジ。キャベツ。ゾウさん、ナイヤー、チキンソーセージ。オッケー。これもレディ。これでもソーセージ最初。これキャベツ。キャベツのスープ。
これまだって言ったの？これだけできたの？これはまだ全然食べられへんね。うう、まあ、甘辛いって感じ。さらにこのチリソースとか辛いのいける？いけます？ちょっとなんかこれつけた方がうまいかも。どうやろ、どれかいっていいですか僕。じゃあこれ20秒後に、はい、じゃあこれいただきます。果たして何やろ、ビーフかラムかチキンか。何か分からんのがあるよね。いきなりもうソースつけて。あ、うまい、うん、うまいわ。米欲しいな。多分ビーフ。うまい、うん、これネギのパンケーキ、これがワイキキ工房の陽介が美味しいって言ってた。これはどうぞ1枚ずつ。しじみ、あれちょっと待てよ、味がないな。陽介サラダにディップ、これ真似したらあかんよ今。うまい。かもしくはこのチリソース、完璧、これ韓国料理やな。なんですか、チキンか、チキン、このままいってええかな。熱いうまい、結構スパイシー系です、全体的に。Thank you. This one is ready to eat. Ah, ready. What this? Chicken. Chicken. Chicken thigh. Ah, okay.アサリ、熱いうちね。あ、ちょっとアドしようか、アサリ。ゴーさんちょっといいですか、ね、アサリとキノコと、すごい健康的。大きめのアサリやね。うん、アサリ美味しい。スープは、お、意外にあっさりで、キノコ、いろんなキノコ入ってる。うん、これうまそうじゃないですか。うん、ゴーさん言ってこれ。うん、何やろ。ま、なんたらマッシュルーム、オイスターマッシュルーム。マッシュルーム。マッシュルームこれ。うまそう。どれどれどれ。ちょっと取って。わかるかな、マッシュルーム。これが何マッシュルームやったっけ。オイスター、オイスターマッシュルーム。もうできてるかな、でかいのですか。あ、これ絶対熱いわ。これもう冷めた多分。カ
レーがすごい。カレーの味が勝ってしまって。カレーの味しかしない。ちょっと行って、愛子さん行って。辛いし。とにかくスパイシーやな。中華辛いですね。全体的に全てが辛い。アサリのスープはあっさりか。ちょっと串アドした方がいいんちゃう。なくなってきた。言ってない串ってあります？カレー味じゃないやつって注文してみようか。書いてんの？オリジナルアスパースパイシーか。スパイシーがカレーってことかな。オリジナルかスパイシーか選べる感じ。で、Yelp 見ると結構評価とか味とか変えてくれてるかもやけど。So we're gonna add the this. Sure. Yeah. What's your recommendation? What's a popular kind? I think all the skewer is popular. It's popular. Depending on what kind of meat you like. What kind of meat? Yeah, we have beef, lamb, chicken, pork, seafood, vegetables. Seafood. 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 I guess like kind of maybe oyster. Oyster and oyster is really. Shrimp, maybe. Shrimp. Oyster. And shrimp. Not shrimp. It's the big oyster. Oyster. Not. I always thought that. That's the abalone. Yeah, the oyster comes with a shell. Okay. So maybe three piece. Then comes with six piece. So, yeah. Okay. Okay. Oyster. Yeah, you oyster. Can choose half because we got two part options. You can eat in raw or grill. Okay. It's really fresh. 生で食べれます？オイスター、いける？ Maybe half. Yeah, three raw and three grills. And chicken wings. Chicken wings. How many chicken do you like? One order comes with two pieces. So maybe two order. The rice ball? Yeah, there's the rice on the bottom, the rice popcorn on the top. So, okay. それシェアする。For share? You can share. I mean, that's it for now. Yeah, thank you. Okay, I think this already. Yeah. Oh, thank you. 見た目で分からへん。どれがレディーか。レディーじゃん。That's the lamb. I'll say beef. It's a little bit too dark.Beef or lamb? This is lamb and this is chicken thigh. Okay, thank you. And the red is red. Thank you. 見た目では分からんかったけど、匂いで分かる。それから香辛料ついてるから悪い。ラムですね。ラムだから。食べてもビーフチャビバでもそうだ、ラムよね。さっきビーフ食べたからこれ違うと思う。ラムそういう感じ。多分これがビーフ。あ、ビーフ食べた。どうぞビーフどうぞ。キャベツ、あ、おいしい。健康的。これズッキーニだいぶ焼けてるやん。もうこれあチキンウィング、もうこれはあ今から焼く感じ。あ、 OK、 Thank you。 今から焼く感じ。このまま食べちゃいそうな感じはするけど、これ今から焼く。ズッキーニようやく冷めた。あ、熱い。これめちゃめちゃ熱いです。熱いこれ、ズッキーニ。
いで200万以内で収まりました。まあまあ安い。基本家具しか、あ、家具以外だとかかってるかも、もちろん200万以上かかってるかも。エアコンつけたりしたので、まあ、でもそれぐらい。これキャベツ、ピーナッツバターのスープ、ピーナッツバタースープ、ちょっと甘いかな。うん、餅が入ってる、おいしい。七味かな。じゃあピザやん、これ。これピザのあれですね。ついてるやつですね。どうぞどうぞ。でかい。穴がでかい。穴がでかいのか、そもそもでかいのか、でかいっすね、塊が。Ready? これは何やったっけ。これ何？ピンクなんたらライス。何？ポークボール。これ米。豚丼みたいな感じ。お米？グリル用がこの3つ。でこれ生でいく感じ。これは焼きましょうか。この上でチキン邪魔やな。落ちちゃうか。熱い。ふう。で生。そっちでまず行って。でかいよ、結構。まあ、はい。うまい。これいくらやったっけ。おいしい。20。どうなんすか、ね、6個で20だったらどうすか。だいたいレストランの仕入れされてる原価が2ドル、ここが6ドル。原価 2.5、だいたい3割ぐらいですよ。原価って3割ぐらい。じゃあそんなもんやね。6ドル。良心的っちゃ美味しかったよな。あとまあこのグリルが果たしてどうか。永遠に時間かかるじゃん、これ。こっちでやっぱ。ちょっと場所交代した方がいいじゃん。チキンとこれ。あ、いい感じにできてます。暑さに大丈夫な坊さんから、これどうやっていくんですか。さすがに手では無理。手でこれで生と一緒でいける。うん、絶対熱いよ。ちょっとこれ冷ましタイム。その間にポーク丼、これはじゃあお米と一緒に。もう大丈夫ですか。大丈夫ですか。
熱ですか。熱いうちにいただきます。もうちょい、もうちょい、さすがにね、もうちょい待ちます。ポーク丼のポークめちゃめちゃうまいよこれ。角煮、これはうまいわ。いただきます。すごい安いじゃない。いや、すごい安くもないけど、でも、タイムとか、あ、うまい。おいしい。スペインより全然高いです。2倍ぐらい払うの。え、スペインより物価高い？ハワイの方。高いです。3倍ぐらい高いですよ。スペインより。スペインより。だって一番安い。ポルトガルがものすごい安い国って言われてて、次が次ぐらいの国。ヨーロッパは高いイメージあるけどね、なんかユーロ、ユーロっすね。私は安いけど、フランスとかめちゃめちゃ高いって。イタリアもちょっと下がるけど、ちょっと上がって上がって上がって、またそこから上がって、ヨーロッパでバーンするんですよ。へぇー、すごいね。ハワイって言ってないよ。ふわっと言ったのが、ほうれん草。ほうれん草高い。卵とか何万ドルぐらいするんですか。そっちあんなの2ユーロ、2ドル、2ドルぐらい。ヨーロッパで、あ、スペインで、でも安かった。当時物価も安かったし、ハワイ、あ、学費も安かった。バンバンなんか奨学金みたいなのくれたし、留学生でも。そういう時からハワイ行きたいとこやけど、学校は安かったよ、ハワイ州立大学。全米でもめちゃめちゃ安く、全米の中でもすごい安くて、ハワイ大学。懐かしい。今日あのワイキキ工房の陽介がサントリーで年齢確認されてました。いつものスキンヘッドのウェイターの人に、ほんまは20代後半かな。ハローなんとかパンケーキ、ハローなんとかパンケーキ、デザート、なんかすごい、さっきの何やったっけ、ネギのパンケーキとそっくりやけど、ハロー、あ、うまい。おお、もちもち感、美味しい、美味しい。これにアイスつけたらうまい。アイスクリーム欲しいよね。山芋のパンケーキとこれ絶対美味しいよ。バニラ間違いないと思う、今日の締めに。いやー、辛かったな今日は。一日温まったところで最後に締めのアイスクリーム。めっちゃうまい。アイス。めっちゃうまい。最強の組み合わせ。終わり良ければ全てよし。いや、美味しかったでもね、全体的にすごいいっぱい、2回転目してるし。いや、これサントリーの天ぷらアイスかこれかみたいな感じかな。言い過ぎ、言い過ぎってことで、今日も一日ありがとうございますってことで、イエーイ。まあ、こんな感じ。多分不動産全然関係ないやって思われますけど、
関係ないの。いや、いいな。みんなハワイに住みたかったんや。いいな。これがサービスで来ましたね。いちごの串。これ焼いてまいそうやけど、焼いたらあかん。お、うまそう。甘い。めちゃめちゃ甘い。何やろ、甘さと甘さの融合みたいな感じ。すげえ、噛み応えもすごい。めっちゃコーティングしてるやろそれ。めっちゃ硬いよ。絶対ゴーさん食べへん。いや、2個目いっていいじゃん。2個目、砂糖の塊。うん、めちゃめちゃ流行ったイチゴ飴ですね。どこで？ YouTube。 YouTube で？どこの店？ここの店。 YouTube 全体でみんなイチゴ飴を作ってたんです。全然知らん。コロナ始まりとかで。日本の話。韓国系と日本系の YouTube で。これを？ホノルルスキュアハウス。ここ流行るよね、多分。この価格でやってると多分流行るかな。まあ、こんな感じのお店でしたってことで、不動産と全く関係ない今回、また次回は不動産ネタでお届けします。